熱血ネット人情ソーシャルディスタ。さあ今回はこちらでございます。ドン、はい、ほう、ドーンだよ、ドーンだよ、ドーンだよ。最高の気分ね。はい、それでは、大宝湯さんの店主でいらっしゃいます佐藤さんに、お話伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしく。この大宝湯さんは創業どれぐらいなんですか？今年で50年。大宝湯さん、おすすめのなんかポイントありますか？電気風呂。電気風呂、そう、真ん中の手前にね、両端にから電気ありますよね。ピリピリピリって我らサンナ島って、うん、貼ってあるんで、はいはい、あれはいつから？ちょうど1回目の緊急事態宣言が終わって、はい、サウナ使えますよってなった時に、一月お客さんが入らなくてすごい辛い思いをして、で嬉しくてそれを紙に書いてきて男の女に貼ってくれたと、ね、よろしくお願いしますありがとうございました。ありがとうございます。お腹が、お腹が、お腹空いちゃって、これどうなんですか？どうなんか呼んでるなぁ。あっちの方、あっちの方呼んでる。あ、向こう、向こうだ。なんか感じます？なんか感じる。なんか、あ、じゃあ行きますか、もう行きましょう。じゃあ行きましょうか、もう。あ、匂うな、これなしでーす。それではですね、奥の湯の店主さんでいらっしゃいます古名さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、この奥の湯なんですけど、もう創業はどれくらいなんですか？50年以上。1965年から。はい、さっきからもずっと気になってたんですけど、T シャツがもうね、すごくないですか、これ。もう間違いない。もう奥売っているんですか？売ってます。売っているそうです。これはいくら？2000円です。2000円。安い。こういうですね。これ色もバリエーションいっぱいあるんですか？いや、バリエーションは今黒しか作ってないですけど。あ、そうなんですか。まあ、宣伝用としていろいろ何着か作ってるんで。色もどういうのがいいかなっていう、はい、今とりあえず黒しか売ってない。黒しか売ってない。それを着ていくと何かいいことがあるかもわからない。わかんないです。勝手にこっちから、ね、言っちゃってますけどね。あるでしょう。おすすめのポイントとかありますか？うちは薪で沸かしているので、まあ、お湯が柔らかいとは薪で炊いたそのお湯はなんかこう肌触りと違うって聞く。難しいですね、柔らかく感じる。僕何回か来させてもらってるんですけど、とてもサウナが気持ちいいんですね。この低めですね。そうですね、ちょっと低めに設定してる。一般のね、サウナとかは大体高めに設定されてるところが多いので、はいはい、まあ、うちは若干その、まあ、60度とかまでは低くないですけど、はい、80度から80度後半ぐらい。これもあえてそういう風にしてます。あ、してます。これ水風呂も、水風呂は地下からの、地下水みたいな、地下水なので、その水温をいじるとかはできないです。あ、もうそのまま。そうです。うん、あ、じゃあもちろん冬とかだと温度が低い。いや、地下水っていうのは温度は一定、ずっと一定なんです。あ、そうなんですね。なので、まあ、いつ引っ張っても大体16度から18度ぐらいの水温がずっと、もうそれでずっとキープされていけたらいいですよ。16度から18度、どうですか？どうですか？どうですか？それよくある、その助けを求める、どうですか？いやでね、タオル引いていただいてそのままこう座って、男性でよくいます。
長い人5時間ぐらいやっぱりいますね。そんなにいるんですか？本当ですか？美味しいお酒を飲むために。あ、最高です。そのためになんかサウナ入ってんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでいいんですか？大丈夫です。ガッツ、ありがとうございます。なんかそれだったらね、巻き沸かしのなんか絵とか、いいんですか？と思ったんですけど、もう今結構巻きが入ってなくなっちゃった。せっかくなんで自分たちで撮らせてもらって。はい、ありがとうございます。なかなか高ぶるね。わー、たまに焼き芋やります。やりますか？イケメンなのは知ってる。ナイトってこれ、こんな、なんかこのやつデスティーノ。あ、新しいのね。すごい、おいしそう。シモトテンション、すげー。グワッどうぞ。お待たせしました。ナイトテンション。いただきます。30分この勝負で。カッ、確かにキャベツなんだけど。めっちゃ入ってましたもん。でも全然ね、ペロリとね、すごい。15分1本勝負ぐらいで食べれた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。サウナーズハイ TV、 はい、豊平養生7丁目1、黄色い建物、鷹の湯。おい、鷹の野球しようぜ。だけでね。どうも、鷹の湯さんでございます。歴史ある感じですね。ほんとね、あのこう車がすごいね、ビュービュー行き交う中、ポツンと ね銭湯がある。とりあえず行ってますか。行ってみましょうか。行ってみましょう。ということで、はい、鷹の湯さん潜入しちゃいますか。潜入しちゃいましょう。パンドラの箱開けちゃいますか。開けちゃいますか。来ちゃいましたからね。来ちゃいましたよ。行きましょうか。はい、で男湯から、男湯こっち、早速行ってみましょう。よし、レディゴー。お邪魔します。いやあ、いいですね、こういう感じに扇風機もある。それでは行きますか。早速行きますか。あのちょっと、ね、あのお靴下の方ね。滞在時間は入浴時間も含め2時間以内で。あ、ちゃんとこう来ます。これこういうのはね、ちゃんと守った方がいいですね、うん、お邪魔いたします。あー、天井。おお、あ、珍しい、こういうタイプね。なんだろう、銭湯に置いてるこの中、レバーレバーじゃなくて、こういうね、結構こうホース式でこうこれですね、どっからでもいける。レバー型だと固定だから、こっちからこうこう引かないといけないから、こういう感じね。で、結局あのここでね、ザパーンの方が一番早いんじゃないかっていうのを気づくんです。説がお風呂、ね、主浴槽ですね。主浴槽、
もういいですね。もう分かりやすいんですけどね。ぬるめってこと大体の設定温度もしっかりね、うん、そしてこっちは熱めって2度から43度、結構熱め。そしてこちら水風呂でございます。もうね、今でもここに立っててもなんかもう冷たい感じがもう。でもサウナですね。冬季85度。あ、やっぱり冬は変えてる。あ、まあ今はちょっとあれですけど、これから多分もう、はあ、いいですね。ね、同化してますね。あ、同化してますね。服着てますけど。今日同化してます。腕と首と目元で。いいですね。聞き覚えに新しい。イエイ。はい、お邪魔します。シンプルイズベスト。男性はさ、うん、男性はただじっとこういう感じだから。あ、女性ってなんか、いや、話聞くところによると、やっぱりこういう風に。うん、これ多いです。入る人がいるって聞いたから。そうですね、あの、スペースが許せばこう入ってる人が多いような気がします。だって男性サウナこれやったらなんかね、ちょっと気分たがられるよね。お前何やってんだみたいな目線くるよね。もっと、寡黙に。そう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 、しだけにつけろみたいなね。みたいな。男性はもうこれこういう感じはもうずっとこういう感じ。早く入りたい。早く入りたい。それではですね、いや、お風呂上がりもね。そう、風呂上がりもね、すでに妄想しちゃうけども。ドリンクこちら野菜ジュースもあり、このね、ノンアルのビールもあるし、アイスコーナーっていうんですか、これアイスボックス、これね、これであるんですけどね、自分最近あのとあるその銭湯のなんかインスタを見てですね、そのアイスボックスにあのオロナミン C を入れて飲むっていう、それをね今日ね、アイス C、 まだやったことないからどういう感じなのかちょっと今日あの上がった後にちょっとそれいただこうかなと思います。いいですね。楽しみだね。楽しみだね。楽しみでございます。ということで、ということで、乾杯。乾杯。湯上がり。これは噂の。あ、こうまそう。確かに。あー、あんま。いや、すごい。一口目甘い。甘いって、キンキンに冷えてる。甘いし。あ、これすごい。常連さん、多分地元の方だと思うんだけど、お風呂上がってきた時に今日もいい湯だったわって言ってる方がいて、すごいジーンとしました。いいなぁ。あの男性の子もね、お客さんあの漏れてたもんね、声水風呂入って、あーうわーってすっごい言ってたもんね。言ってたね。完全漏れてたもんね。漏れちゃうそれぐらいもう気持ちいい、うん、お風呂出るで次は入れる番っていうことで、ね、入れに行きましょうか。行きますか。カネイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。サウナーズハイ。TP! よし、よし、ね、冷え性大爆発、どうも、ジャスティスケンです。よろしくお願いします。いや、季節はもう冬。さあ、今回は東方院で、そこに行きましょうか。もう若おかみさんがね、待っていく。あ、そう、若おかみ待ってるんで、はい、はい、それではですね、ここ東方院さんの店主さんでいらっしゃいます田内さんに
お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この東方湯なんですけど、はい、もう創業はどれぐらいになるんでしょう。53年。はい、いやーすごいですね。近くに大学ありますけど、はいはい、若い方も来られます。そうですね、ただ以前よりはちょっと少なくなったと思います。はい、だいぶ体を洗っていただいて。そうですよね、はい、マナーですよね、はい、それだけはやはりこのお客様もお願いしたいということは聞きます。はい、まあ、それは言われるんですか。はい、そうです。毛をつけて洗う。まずはボディウォッシュをしっかりと。もうあれですよね、もう清めるってことですよね。もう体と頭も清めてから入ってくれってことなんですね。今サウナのそうですね、ますので、それを見ててもやはり全身をちゃんと清めてから入る。清めてから。だからそれも同じで。ですよね。はい。サウナの温度とか、はい、風呂の温度とか、はい、まあ浴槽の温度とか、はい、それはもう決めてるんですか。はい。男性はサウナの方は88。はい。で、女性が84の設定にはなってますけど、やはり上がってくる。ドアもありますし、やっぱりドアの開け閉めで下がってしまう。あ、赤外線の一体が張ってますので、はい、それでやっぱり熱が一応設定温度よりもおそらく上がっていく。上がってるんです。はい。男性の方は結構来られます。ちょっと多くなります。じゃあとは女性サウナ。はい、女性サウナでした。募集中です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。湯上がり、お乾杯、お乾杯、お乾杯ね。しみる。良き、良きでした。良きでしたね。シリカブラック。すごい気持ちよかった。おかみさんおすすめだけあってね、うん、すごいですね。サウナもね、サウナも遠赤外、あ、遠赤、あの背中のところになんかこう石みたいなのがあって、うん、こういい感じにこう、こう、ね、熱がこういう感じ、潮流がすごい、うん、すごい後ろにこうパクッという感じで、とても良かったですね。だから多分90度弱ぐらいあったんですけど、うん、じんわりじんわり日々毎日入りたくなるような感じ。いやいいね、この時期、この時期はね、もうね、本当秋冬にめっちゃいいなと思いました、ね、やっぱり美味しい、美味しい季節でございますよね。サウナ、お疲れ様でした。